今日はイラク屋の外観や中の様子をご紹介します。まあ、うちの店の前ですね、上りがあって、手書きなんですけど、看板があったりリーフレットを貼って、あとじゃあ料金表ですね。でこちらはなんかおじさんが作ってくれたやつなんですけど、でお花を置いてます。ハーブとか、多肉植物とかプランターですね、鉢で置いてます。でこの呼び鈴で鳴らしていただく感じですね。オープン札、これクローズ札にもなりますけど、営業案内が貼ってあります。開けていただくと、まあ、こういう感じなんですけど、ここにあるのが、こっちは整体師の認定証ですね。これはアロマテラピー検定で1級を取った証書ですね。でこっちは見づらいですね、マニュアルセラピスト学院っていうところを出た、最初に出た整体のことを習った学校ですけれども、そちらでもらった認定証ですね。で入っていただいて、こちらがドアで、Wi-Fi 使えますがありますね。でこれはサンキャッチャーですね。でこちらがトイレです。中は小さい、狭いですけど、ま、なるべくいつも綺麗にするようにしています。こういう感じです。はい。そしてまあレジがありますね。でここに、お渡しする割引券とか名刺とかカードを置いてますね。はい。で入って、こちらが施術室ですね。初めての方はこちらで問診票をご記入いただきます。で最後に、お茶出しなども行っていますが、こちらで飲んでいただいたりしますね。あとこちらには飴があります。ご自由にどうぞっていうことで、サボテンが置いてありますね。これは羊のぬいぐるみです。はいですね。ちょっとベッドが、高田ベッドのアプロマルチっていうやつで、こちらはこういうふうに広がりますので、背が高い方も足がはみ出ずに施術することができます。はい、あと上の方は肘置き台がありますので、はい、手の位置もですね、寝た時に自然に下ろしてここに置いていただくと楽ですね。こちらのシートは使い捨ての、紙のシートが、はい、こちらの枕の形がですね、ここはくぼんでるので眼球の圧迫が軽減されていて、うつ伏せで長く寝ても、顔が痛くなりにくいというふうになっています。空気清浄機を置いてますね。こちらで湿度とか温度が分かるので快適な状態になるように、また花粉症の方などには、このプラズマクラスターを入れて空気がより早くきれいになるようにしています。でこちらにタオルとか、これは筋硬度計ですけれども、こういうものですけれども、筋肉の硬さを調べる筋硬度計というものがあります。施術前後というので筋肉が柔らかくなったのを確認することもできます。余裕のある時ですけれども。には着替えが入ってますね。言っていただければ無料でお着替え、言っていただければというかコースによっては必要になりますので、無料でお着替えをお貸し出ししております。こちらにホットキャビがあって、これで蒸しタオルを用意しています。が、鏡
鏡ですね、全身鏡がありますので、これで身だしなみをチェックしていただくこともできます。と息子の絵とか、足の反射区のイラストがありますね。はい、結構日差しが入るんで、気持ちのいいお部屋になってるかと思います。それとこちらにですね、精油が、アロマの精油が50種類ぐらい入ってまして、でこれがラベンダー精油なんですけれども、お客様が来る前にはこちらのラベンダー精油をこうちょっと垂らしてですね、リラックスできるようにしております。以上です。ありがとうございました。皆様のご来店をお待ちしております。